地球に優しい持続可能な社会を目指して。ああ、緑が目に眩しいぜ。田畑くん、写真撮るよ。アグリンカありがとう。え、なにこれ。最近流行ってる写真加工アプリよ。30年後のリアルな風景に加工できるの。これが30年後の日本？誰もいない田んぼを無人のトラクターが何台も走っている。不思議だな。30年後の日本では無人で農業をやることが可能になりそうよ。やった、それなら楽しておにぎり食べ放題だ。あら、そうとも言い切れないわよ。日本は少子高齢化社会でしょ。労働人口は減っていく一方だし、都会に出ていく若者も多い。このままいくと農家はどんどん減っていくし、日本の食料自給率もますます減ってしまうわ。だけど世界的には人口が増加しているから、簡単には食べ物を輸入できなくなるの。日本の農業も社会も超ヤバいじゃん。その上温暖化の影響が出てくるわ。害虫が増えてきたり、キャベツ、白菜やリンゴみたいに温暖化が進むといいものを作るのが大変になるわ。農家の人たちは温暖化に合わせて栽培方法を変えなくちゃいけないし、これまで作ったことのない作物を栽培しなくちゃいけなくなるかもしれない。今の農村では高齢化が進んでいるから、そんなに面倒くさいならリタイアしようという農家さんもたくさん出るかもしれないわね。なるほど。てか、お先真っ暗じゃないか。ああ、どうしたらいいんだ。大人になりたくないよ。田畑くん、しっかりして。話はここからよ。日本が経済力を維持しながら、気候変動や環境保全、少子高齢化といった国内外の問題を克服して、より良い世界の実現に貢献するにはどうしたらいいか。そこで掲げた目標がこれ。世界最先端のバイオエコノミー社会を実現する。生き物、バイオそのものやバイオテクノロジーをフル活用しながら、経済成長の実現を目指すってこと。日本の目標は3つ。バイオファースト発想、バイオコミュニティ形成、バイオデータ駆動。これらを2030年までに実現することを目指しているの。バイオファースト発想は、バイオでできることから考え行動を起こせる社会になること。つまり、間伐材やもみ殻など利用されずに捨てられていたものを再生可能な資源として有効活用していくってことね。バイオコミュニティ形成は、日本だけでなく海外からも人材や資金、アイデアを呼び込み、活発で魅力のある国際的なコミュニティを形成すること。バイオデータ駆動は、生き物に関するビッグデータを有効に活用できる環境を構築する。今はあちこちに散らばっているデータをお互いにつなげて、まとめて利用できるようにするってこと。日本が世界最先端のバイオエコノミー社会になれば、持続可能な循環型の社会にもなるし、国内外のいろいろな問題もクリアできる。しかも日本が経済成長もできるってわけ。僕たちは今、日本が、そして世界が大きく変わる分岐点に立っている。そう、みんなで力を合わせて今を変えていけば、30年後はきっとこうなってるはず。なんだか未来が明るくなってきたぞ。よし、まずは今度の中間テストを頑張るぞ。それから止まった宿題も出さなくちゃ。頑張って。未来の職を担うバイオ技術。はい、これバレンタインデーのトモトマト。え、トモチョコじゃなくてトモトマト？だってチョコ苦手って言ってたでしょ。ゲノム編集技術で作った新しいトマトよ。おありがとう。ゲノム編集って確かノーベル賞を取った技術だよな。すごそうだけど大丈夫なのかな。なんか不安そうな心の声が聞こえてきた。あ、いや、そんなわけじゃ。ゲノム編集って簡単に言えば、狙った通りに生き物の性質を変える世界最先端の技術なの。生き物の性質を変える？なんか変なこと想像してる。そもそも日頃食べているものって、もともとはどんな姿だったかご存知？こんな感じよ。小さくて渋いトマト、有毒なアーモンド、種だらけのバナナ。え、こんなの食べられないよ。そこで私たちのご先祖様は、気が遠くなるような長い時間をかけて、食べやすくて栽培しやすい作物に変えていったの。大昔、人は自然に生えている木の実や野草を取って生活していたの。でもたくさんは取れないし、天候が悪かったりすると最低限必要な食べ物さえ手に入れられないかもしれないわ。そこでだんだん食べ物を自分たちで育て始めたってわけ。どうせ育てるならたくさん取りたいし、美味しいものがいいよね。同じ植物でも実のつき方や味はいろいろだから、できるだけ実が大きかったり味の良いものを選んで育てていたの。ふむふむ、
じゃあ今食べてるトマトもそうやって自然の中から見つけてきたってことか。ちょっと違うの。そんな都合の良いものが次から次に見つかるわけがないから、こんなものが欲しいと思っても見つかるまでにはすごく長い時間がかかるの。だから良い性質を持つもの同士、例えば身の大きいものと味の良いものを交配、つまりどちらかの花粉を相手側のめしべにつけることで良いとこを合わせ持った品種を作ることにしたの。でも子供は必ずしも親の良いところだけを引き継ぐわけじゃないから、たくさんの子供を育ててはできるだけ良いものを選ぶことを繰り返して、両親の良い性質を合わせ持つ品種を作る方法が考え出されたの。なるほど。でもさ、交配していいものを選んでいけばいいんだったら、ゲノム編集技術なんて使わなくてもいいんじゃない？田畑くん、今あなたが唐突に食べ始めたおにぎりのお米はコシヒカリだけど、交配から品種になるまで10年以上もかかったのよ。そんなにかかるの？新しい品種を作るのは地道な作業の繰り返し、一つの品種を作り出すのに10年20年なんてザラよ。マジか。2050年、世界の人口は100億人を突破。今世界の植物が育っている土地の約半分がすでに農地として使われている。これ以上増やすと森林を破壊することにつながるから、さらなる地球温暖化を招くことにもなるわ。人口が増加しても食料を生産するための農地が増やせないとなると、限られた農地で作る食料を増やさないといけないし、厳しい自然環境でも作物を栽培できるようにしていかないといけない。それに温暖化によって暑い地域でしか発生しなかった害虫や病気が日本でも突然発生して、これまで育ててきた作物が育てられなくなることだって十分起こりうるわ。だからよりスピーディーに新しい品種を作り出す必要があるの。そんな中で脚光を浴びている技術の一つがゲノム編集。その他にもゲノム、つまり作物の設計図を読み解いて利用するとか、いろんな技術の開発が進められているのよ。つまり地球の温暖化が進む中、100億人分の食べ物を作りながら、地球への負担は今ぐらいにとどめておくためには、スピーディーにいい品種を作り出すための技術が大切ということだね。田畑くん、綺麗にまとめたわね。日本でゲノム編集技術を使った新しいトマトの品種の開発が成功して、いよいよ食卓にお目見えってところまで来たの。これって世界で初めてのことなのよ。なんかよくわからないけど、世界初ってただごとじゃないな。一体どんなトマトなの？あ、開発者と中継でつながりました。エズラ先生。はじめまして、高ギャバトマトを開発したエズラです。ゲノム編集による世界初の商業生産用トマト。筑波大学のエズラ博先生はゲノム編集技術を使って新しい品種のトマトを開発しました。それがこの高ギャバトマト。高ギャバトマトとはガンマアミノラクサンという健康機能性成分を多く含んだトマトのこと。ギャバとはどんな成分なんでしょうか？これはですね、ギャバという、これはガンマアミノブチルラクサンっていうふうに言いまして、アミノ酸の一種です。でこのアミノ酸はですね、人が食べるとですね、血圧を下げたりですね、あるいはそのストレスを解消するような、効果があって、リラックスできると、非常に注目されているものです。ギャバはトマトの他にもチョコレート、納豆、コーヒーなどに多く含まれています。エズラ先生はなぜトマトを研究しているのでしょう？トマトというのは今世界中でですね、175カ国で生産されていて、野菜の中では一番生産されている野菜です。それから日本でもですね、一番生産されている野菜ですので、日頃の食生活を通してですね、みんなが健康になっていったらいいなと。そこでエズラ先生は通常よりギャバを多く含むトマトの開発に着手しました。そもそもギャバとはどのような仕組みで作られるのでしょうか？トマトに含まれるアミノ酸の一種であるグルタミン酸、これにギャドという酵素が作用することで、グルタミン酸がギャバに変換されるのです。通常ギャドはグルタミン酸からギャバが生成される反応を促すタンパク質と、その活性を抑える蓋のようなタンパク質でできています。もしこの蓋のようなタンパク質がなくなれば、ギャドが活性化され、より多くのギャバが作られるようになります。そこでエズラ先生はゲノム編集技術の一つであるクリスパーキャスナインという新しい技術を使って、
ギャドを覆うタンパク質の蓋を作る遺伝子を変化させ、この蓋を取り除くことに成功しました。ゲノム編集という技術を使ったことによって、狙ったその遺伝子に狙ったような変異を導入することができたので、これは1年ぐらいでできてますけども、まあ、かなり大幅にですね、時間的に短縮することができたと、そういうふうなことになります。直接人が食べる農作物をゲノム編集の技術を用いて開発したのは世界でも初めてのことです。今回こういう方法を使って、まあ、食料農作物のですね、機能性をですね、短期間に改良できるっていうことが分かりましたので、まあ、よりいろいろなですね、この作物にこういう技術を応用して、まあ、食べたら健康になるような作物を開発する、まあ、そんなこともこれからチャレンジしていきたいなというふうに思っています。研究者の思いが込められたコーギャバトマト、私たちの食卓に並ぶのももうすぐです。